MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はツーリングカーのお話ということで、日々サーキットで楽しんでいらっしゃる方多いと思います。私もそうなんですけれども、数あるシェアシの中でですね、私一番速いクラス、で楽しんでいるのがこのタミヤの TRF420X の最新型ですよね。で主に TM サーキット和歌山で走らせることが多いんですけれども、あそこもそうなんですけれどもね、広いサーキットであれば 17.5 ターンフルブーストでがっつり飛ばしても大丈夫ということで、このモーター自体は JM の頃の今のローアー規格のモーターじゃないので最新型ではないんですけれども、とはいえ私の腕ではまだ制御しきれないくらいパワフルさを持っておりますので、引き続きこれで修行中の身なんですね。で、例えばアンプであるとか、受信機であるとかサーボであるとか、もうこの辺はもうほぼほぼ最新型、アンプもちょっと一つ前になるのかな、とは言いましても、今のこのストック系の 17.5 のクラスで言うともうバリバリの状態でやらせていただいております。はい。でシャーシももちろん最新型ということで、結構ね、こういう形で同じように楽しんでらっしゃる方多い一方で、こちらこれ420です。TRF420、この X の一つ前のシャーシということになります。ただこれミッドコンバージョンになってますので、純粋な420ではないんですけれども、これに代替わりする前にメインで使っていたシャーシで、もうだいぶ、やれてる。シャーシ自体はね、もう結構使い込んでいるものとはなっているんですけれども、その他の部品に関しては実はこれに乗り換えるちょっと前に結構交換した部品も多くて、状態としては悪くなかったんですよ。ただもうメカも全部外して、いわゆる引退状態ということで、ずっとしまってたんですけれども、今回これをですね、もう一回、引っ張り出してきました。で、同じようにやっぱり、こうシャーシって、毎年とまでは言わなくても、例えば2年に1回とかぐらいのペースで各メーカーどんどん新型を出してくると、でそのタイミングに合わせて新しいシャーシにこうね、どんどん乗り換えていくとなると、古い方をどうするということで、何らかの形で処分するという方も多いかと思いますけれども、一方でもう手放すことなく、こうやって手元に残ってるっていう方もいるかと思うんですよね。でそういう方におすすめなのが、今日ちょっと話をしようと思ってたスピードキングツアーの TC2 クラスなんですよ。もちろんね、TC2 クラスとはいえども最新鋭バリバリで戦われている方が多いわけですから、おいそれね、旧型でっていうわけにはいかないかもしれませんけれども、その、TC2 クラスといっても、例えばローカルレースで、同じようなカテゴリーでやっているところあったりもしますので、そういうところで楽しむ、ちょっとこうスピード落とし目で、イコールコンディションでっていうところあるじゃないですか。で実際私の場合、これまで BD11 を TC2 クラスの仕様で走らせていたんですけれども、今年23年に入ってあのシャーシを GT 選手権用、スーパー GT 選手権用にコンバートしたためにですね、そのメカを今度これに乗せようと思っております。もともとね、そのつもりにしてたんですけれども、なんじゃかんじゃと、順番後回しみたいな形になって、乗せることなかったんですけれども、例えば外しておいたこのアンプで、お借りして、これも全部お借りしてるものなんですけれども、モーター、それから、バッテリー。このあたりが TC2 クラスのレギュレーションでの縛り、いわゆる縛り、共通皆さんでね、使っていただくという部分。アンプとモーターのコンボセット、それからこのバッテリーということになっております。これを使っていただければ TC2 クラス、あとギア等々を合わすことはあるんですけれども、これを今から乗せることと、あとは、サーボ、これね、三和の PGS CL2 ということで、比較的お安いタイプのものです。さっきのね 420X の方には LH2、
もうこれはあの一番高いやつっていう言い方したらいいのかな、一番いいやつがついております。はい、使いこなしておりませんで、まあでもね、同じようにこれもあのプログラム変更したりとかいろいろできるはずなんですよ、うん、で、まあスペックもそんなに悪いものではありませんので、はい、これも使えるかと思って今回はこっちに使っていきたいと思います。だからまあ、 あのお金をかけてガンガン最新鋭のものにしていくということではなく、まあ、いわゆるもうね、あの旧型のマシンですけれども、まあ、あのそこそこ楽しめるというような状態に持っていこうかなと思っております。まあ、同じように受信機は493ですね、493ですから、これがでもまあまあ新しいやつじゃないのかな。今あの線のないタイプね、ここはあのアンテナのないタイプっていうのが多いんですよね。で、私もあのそういうのをよく使ってますんで、こっちこの前までこの493載せていたんですけれども、今はこのアンテナの線のない492というタイプのものに変えております。はい、まあ、そんなこともありますので、まあ、これはかなりいいものというか新しいものだと思いますけれども、こういう組み合わせでいきたいと思います。で、まあ、あの今何も載っていない状態ですので、とりあえずメカ積みをしちゃいます。はい、このような状態になりました。まあ、仮置きみたいな感じなんですけれども、とりあえずは、一通り配線も済ませて、モーターの線もね、取り付けることができて、今電源プロポの電源も入った状態になっております。でもちろんあのアンプも、あの受信機も付け直したので、バインドもやり直しました。で、今基本的にニュートラルな状態になってますんで、まだあのステアリングコリンケージここね止めてないんですけれども、あとはまあそれをやれば、大体 OK かなということで、こう動くようにもなっております。で、動かしたいかな、はい、納得が来た、ということで、ひとまずこの状態でタイヤをつければ、もう OK かなというところまで来ております。まあ、この辺がちょっとね、まだあのプラプラした状態ですので、できるだけ綺麗に配線の方はやっておきたいと思います。ということで、この状態で、まあ、TC2 クラスのレギュレーションをクリアしている車になっていると思います。あのギア比がひょっとすると合ってないかもしれませんので、それはまたあの、ね、今後調整ということになりますけれども、うん、まあですので、古いシャーシとはいえですね、言うても420ハイエンドですからね、はい、十分あのいいスペックの車ですので、これで今度サーキットに持ち込んでですね、走行テストなどをやっていこうかなということになります。まあ、今までね BD11 でやってたということで、スピードの感覚というのはある程度分かってるつもりなんですけれども、さあ果たしてどんな走行になるのか、次はですね、またあのサーキットで楽しんでみたいと思います。